ついに発表されました。 JR グループは2017年の春に行うダイヤ改正の概要を発表しました。ダイヤ改正が行われるのは来年3月4日土曜日。今回は新幹線の開業や夜行列車の廃止といった派手なトピックはありませんが、特急列車の運転系統の見直し、新幹線のスピードアップ、快速列車の廃止などが各地で行われます。ということで、今週は来年3月に行われる JR グループのダイヤ改正について、鉄道ジャーナリストの梅原淳さんに各社ごとに分けて詳しくお話を伺いします。それでは梅原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、いや、まずちょっと最初に伺いたいんですけど、はい、今年のこの3月4日って日付、来年の、はい、早くないですか。そうですね、まあ、例年3月15日前後、うん、まあ 14日とか13日が多いんですけれども、うんうん、まあ、そうですね、例年よりも10日早い、ね、まあ、ちょっとその何でしょうね、多分、まあ、例えば壁、うん、まあ、これから言いますけど JR 西日本の壁線の延長開業を、うん、まあ、早い日付にしたいとか、うん、まあ、そういった目的があるのかなと、ちょっと正確には確認してないですけれども、うん、けどそうですね、上原さんのところもそうかもしれないですけど、長年こう鉄道のダイヤ改正とか見てる中で、はい、おって思いましたね、日付的にはこう。そうですね、3月 の、はい、あの上旬というのは一周は早いですよね。この何年かで、まあ、この何年かというよりも国鉄時代を含めても珍しいと思いますね、まあ、3月1日っていうのはもう過去にありますけど、それでももうかなり前、まあ、そうですね、もう50年ぐらい前ですから。はい、じゃあ、はい、各社の方、はい、そうですね、はい、それではまず北から順に参りましょう、はい、まずは JR 北海道からです。はい、はい、北海道のダイヤ改正のポイントはどこになりますか。はい、JR 北海道はですね、はい、まあ、実はライラックと、まあ、特急ライラックとそれから特急大雪という、うん、まあ、懐か、あの鉄道ファンには懐かしい、まあ、列車の愛称名が復活ということで、うんうんうん、まあ、具体的にはどういうことかというと、ライラックはですね、あの札幌旭川間の特急列車、今までは、うん、あのスーパーカムイでしたけれども、うん、これが車両がですね、2種類に分かれましています、うんうん、あのスーパー白鳥で使用していた車両が、あの、うん、投入されるということで、うん、その車両を使用した列車には、うん、ライラックという名前が付けられるということですね、うんうん、はい、でライラックとスーパーカムイはカムイと名を改めます、うん、はいはい、でそれから大雪、まあ、これは復活は、まあ、嬉しいのではあるのですが、うん、実は、そうです、宗谷線の系統の特急列車、うん、まあ、あのとそれから、石北線の特急列車の運転系統がやや少し変更になりまして、うん、今まで札幌、網走間、札幌稚内間の直通列車が多かったんですけれども、うんうん、一部の列車が札幌旭川間の運転を取りやめて、うんうん、旭川で折り返すようになってしまったんですね、うんうん、でそれで、旭川網走間の特急列車が大雪と名前を改める、うん、でまあ、札幌に直通する列車はその今まで通りオホーツクということになりました、うん、はい、まあね、北海道は結構そこの辺の183系とかディーゼル特急型車両の運用でいろいろいじってってことですね。そうですね、あの規範183系を置き換えたい、うん、まあ、老朽化しているので置き換えたいのですけれども、うん、まあ、新車を、まあ、ちょっと経営状況が悪くて、うん、新車の規範261系を、うん、申請投入するのがちょっと間に合わないので、うん、苦肉の策として車両を、まあ、つまり運転区間を変更して、うん、運用、要するに少ない車両で運用できるようにしたと、うんうん、それで、まあ、ライラックは今まで、まあ、例えば今まで、札幌旭川の特急列車は5両編成だったのを6両編成に1両増やして、うん、まあ、輸送力は確保したということですね、うん、ですから、まあ、将来的には、まあ、復活の可能性ももちろんお客さんがいないというわけではないので、うん、復活の可能性もあるというか、復活してほしいです、ね、確かに細かいところで見てるとね、この区間以外もあれですよね、北斗が一部スーパー北斗になる、なそうですね、1個申請車両入れるってことですね、はい、そうですね、261系は、ね、はい、そうです、申請されるんですけど、そうお金とりあえずなんとか捻出しつつ新しいのを作ってるってことはそうですね、しばらく頑張ればなんとかなる可能性が、はい、そうですね、今度、まあ、要するに宗谷線と石北線系統に、まあ、新車が戻るとか、うん、まあ、いろいろちょっといろいろ言われましたけれど、例えば、まあ、電、まあ、確かに今例えば流行りのですね、うん、まあ、蓄電池電車が、うん、まあ、札幌旭川で間を充電しつつ走り、その後、はい、まあ、ちょっと距離が長いので何とも言えないですけれども、うん、そういった、考えもあるかなと、ね、蓄電池車の電車が、うん、要するに宗谷線と石北線を走るとか、うん、
ができるようになればいいなとも思いますね、うん、けど理屈的にはあれですもんね、宗谷線、まあ、関北線の方は本数が2本、はい、旭川止まりになるみたいです、まあ、宗谷線も同じように2本旭川止まりになりますけど、ね、はい、あれ結局佐路別っていうか183系を使わなくなるから、旭川から名寄の間結局全列車スピード速くなるってことですね。そうですね、だからそういう意味ではスピードアップは図られてるってことですね、はい、まあ、悪いことばかりはなではないけれども、うん、まあ、でもほとんどの人はもちろん札幌に行きたい、そうですね、北海道、まあ、直通したいでしょうから、ね、ちょっと乗り換えが不便になるかなとは思いますけどね、はい、あと細かいところだと L 特急じゃなくなりますね。そうですね、まあ、これで、L 特急という名称は JR 東海、そうですね、 JR 東海、 JR 東海からも、白鷺と信濃と日田ぐらいですね。そうですね、はい、はいはい、ありがとうございます。続いては JR 東日本をお願いいたします。はい、JR 東日本はですね、まあ、東北新幹線のはやぶさが増発、うん、まあ、はやぶさといってもですね、まあ、東京新函館北斗間ではなく、うん、東京仙台間の1往復ですけれども増発、うん、それから成田エクスプレスですね、これはまあ増発というのは東京、今までまあ東京というか横浜方面に発着していた列車が新宿池袋方面に乗り入れると、はい、それから増強、うん、6両編成で運転していた列車が12両編成になる、うん、まあ、要するに外国からのまあ観光客がたくさんいらっしゃるということで、うん、まあ、成田エクスプレスは、まあ、増強ですね、うん、それからですね、まあ、さっきもまあ言いましたけど蓄電池電車の躍進ですね、うん、烏山線 の EVE301 系は、うん、まあ、増備が進んで全列車置き換えと、うん、それから今回ですね EVE801 系という形式が変わってるんですけども、はい、小賀線に投入される、これは要するに、充電するための電力がですね、烏山線は東北線の直流を使いますけれども、うん、小賀線の場合は奥羽線の交流を使うので、うん、形式が分かれているということですね、うん、まあ、まあこれがもっと広がっていくのかなと思いますね。あ、そうですね、はい、そこまで奥の方まで行く路線だとあれですけど、まだ電池の量があるかもしれないですけど、細かいところだとね、はい、結構そうですね、はい、他にもね、あれありますよね、細かいところだと新潟の新潟から糸魚川の快速の廃止とかね、はい、そうですね、ちょっと残念ですけれどもね、うん、はい、越後ときめき鉄道に乗り入れている、うん、まあ、快速が、うん、まあ、廃止になると、あれで485系の定期運用ってなくなる、はい、ってことですね。そうですね、正式には、まあ、まだ分かりませんけれども、まあ、そうですね、4%系と言われる、まあ、細かく他のところで実は使うみたいなのあるかもしれないですけど ね、はい、今のところは、はい、今のところ、はい、まあ、その辺はざ、はい、うん、はい、ありがとうございます。続いては JR 東海をお願いいたします。はい、JR 東海はですね、ニュースが結構シンプルでして、東海道新幹線の N700A 化が進展しまして、まあ、全部で136編成、これ JR 西日本の分も合わせるんですけれども、うん、これが揃いまして、スピードアップが成し遂げられると、うん、で、まあ、望みはですね、一番下に書きましたけど、まあ、東京新大阪間が、まあ、2時間24分と3分短縮されるということで、うんうん、まあ、これももちろん嬉しいんですけれども、うん、注目は、私が注目したいのは、東京新大阪間の静岡停車 の、うん、光ですね、うん、光もスピードアップ、まあ、N700A でスピードアップされまして、なんと2時間57分と3時間を切ってしまった。早いですね。かつて その100系の時代にですね、うん、最速の光が2時間49分で名古屋、うん、京都停車で結んでましたから、うん、まあ、もう本当に N700A の威力は、まあ、すごいものだと、ね、ね、思いますね。しかも望みに追い越しされるんですもん ね、 光って ね、 それで57分ですから ね、 もう本当にどうなるか、今度要するに将来的にはこだまの最速がかつての光の最速を抜いてしまうなんていう時代が来るかもしれないのかなと思いますね。これはすごい、はい、はい、ありがとうございます。続いては JR 西日本をお願いいたします、はいはい、JR 西日本は実は盛りだくさんなんですけれども、私がまあ注目したいのは、山陽新幹線の ATC がですね、まあ、最後、これが本当に日本の新幹線最後のアナログ ATC だったのがデジタル ATC となり、うん、まあ、スピードアップが図られると、うん、今まで例えば最高速度時速300キロから停車するときは、まあ、4段階のこうブレーキをかけたり、うん、緩めたりっていうのを繰り返してたんですけども、うん、基本的には2段階のブレーキで止まれるので、うん、スピードアップが図られると、うん、でのぞみみずほは、まあ、一番早いのぞみみずほは平均1分なんですけれども、うん、実は停車回数の多いこだまのスピードアップが目立ちまして、平均15分ス
スピードアップと平均15分って相当ですね。やっぱり止まれ駅が多いだけに、ね、やっぱり、はい、こうあれですね、ブレーキをかける回数が減ると、うん、ですね、速くなるということですね、うん、よくね新幹線だとのぞみとかね、まあ、西田とみずほとかのスピードアップ言われてますけど、はい、そういう意味で、ね、デジタル ATC 化って、まあ、あまりはしてないですけどね、こだまのスピードアップは相当大きいですよね。そうですね、カルビアシとかね、はい、はい、ありがとうございます。あ、それから、はい、壁線ね、はい、それから、はい、それからもう一つですけれども、はい、壁線の、はい、うん、壁と秋亀山間、うん、まあ、1.6 キロですけれども、うん、これは開業すると、うん、まあ、開業するといっても、まあ、もう鉄道ファンの人での皆さんご存知の方多いと思いますけれども、実は過去に2003年に廃止となった、うん、壁と三段橋の間の一部の区間が、うん、復活すると。ただ当時は非電化だったんですけれども、今回は電化ということで、うん、しかも1日に99本の列車が走るということで、うん、まあ、これを機にですね、さらに、まあ、まあ、なんて言いますか、かつての三段橋方面も、まあ、発展してまた復活するといいなというのが、うん、まあ、希望ですね、ね、はい、うん、はい、ありがとうございます。続いては JR 四国をお願いいたします、はい、実はJR 四国はですね、公式にはまあ、時刻修正が、まあのだけが、まあ、言われているんですけれども、うん、実は4月1日から観光列車としてですね、土産線に四国真ん中、うん、千年物語号という、まあ、観光列車がデビューするということで、多度津大ボケ館ですね、うん、こちらデビューしますので、まあ、これに期待を持ってますね。そうですね、今後発表時刻とかされそうですもんね、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続いては JR 九州をお願いいたします、はい、JR 九州は実は盛りだくさんで、まず、はい、視察線系統ですね、熊本吉松間に、うん、あ、ごめんなさい、八代間って書いてしまいました、うん、吉松間に川蝉、うん、山セミが登場します、うん、観光列車ですね、うん、それからですね、九州新幹線、熊本地震の影響を受けていて、今まで徐行を行ってたんですけれども、これが解除になりましてですね、うん、まあ、5分程度のスピードアップが図られる、うん、それから、桜、博多、鹿児島中央間の桜が増発されるということですね、うんうん、それからやはり JR 東日本と同様にですね、蓄電池電車の電車、うん、これがですね、筑豊線の若松を利用間にデビュー、うん、でしかも全列車を置き換えるという、うん、まあ、華々しいスタートを切りますよね、はい、けど、まあ、あれですよね、川蝉山蝉だから、要今、まあ、細かい時間とかちょっと分かんないですけど、今、一旦特急、九州横断特急から快速になったやつがまた特急になるということですね。はい、はい、はい、じゃあ人吉まではということですね、はい、そうですね、まあ、やはりでも、まあ、熊本人吉間、そうですよね、うん、まあ、SL も走ってますし、またちょっと観光の力を入れてみたいな感じで、注目の路線ではありますよね、はい、まあ、あとすみません、一つですね、まあ、これは本当にファン的に面白い列車だろうと思うんですけれども、かもめ、博多長崎間のかもめが増発になってですね、でその増発になる、まあ、博多佐賀間の列車が増発になるうちの一本がですね、うん、有明、要するに鳥栖博多間では有明と並結されるという、うん、まあ、話題もありますね、ありますね、はい、まあ、乗ってみたい列車に入るかもしれないですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。それでは最後に JR 貨物をお願いいたします、はい、JR 貨物もですね、まあ、実は貨物列車の増発が中心でして、貨物列車でトヨタロングパスエクスプレスという列車がありまして、これは名古屋の笠寺と、盛岡貨物ターミナルとの間を結んでいるんですが、これが一往復増発されます。これは列車の名前の通りですね、トヨタの、うん、トヨタ自動車向けの、ね、部品を運んでいる列車で、うん、トヨタ東日本岩手工場で、うん、なんでも新車種を製造するので部品を運ぶという目的がはっきりしている列車ですね、はい、それからもう一本、名古屋貨物ターミナルと福岡貨物ターミナルとの間にも一往復、うん、まあ、高速貨物列車 A というんですけれども、うん、まあ、これ要するにコンテナ列車の最高速度の時速110キロ版が、うん、増発されまして、一往復 増発になって、うん、これは宅配便を乗せて、まあ、某巨大通販会社の、はい、需要が非常に多いというふうに聞いておりますので、はい、面白いですね、はい、なるほど、はい、はい、というわけでありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、というわけで来年3月4日にダイヤ改正が行われますので、皆さんチェックしてみてください。
本日は JR グループの2017年のダイヤ改正について鉄道ジャーナリストの梅原淳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。